はい。皆さん、こんにちは。今日も GPTs の話題でお話を進めたいと思います。今日は早速いきますよ。二つのデザイン系、いわゆるダリースリ3をうまく使った GPTs。これをご紹介していきたいと思います。一つは、スタンプクリエイターというもので、もう一つは、とことん音楽、アニメキャラ作成という二つの GPTs。 これを昨日作りました。早速見ていただきましょう。はい。パンダの絵のようなものがありますよね。これはスタンプクリエイターという GPT 図です。もう難しいことは何もなく、こんなようなスタンプ。そして今のところダリースリーは日本語には弱いですので、英語だけなんですけれども、動画のところにキャッチーな絵が出てきたりとか、ワンポイント。 みたいに使えるような、なこんな感じのスタンプソフトです。もうスタンプに特化していますそしてもう一つは音楽のデザインしか描かないというようなこんな感じですちょっと大きくしましょうこういう日本風のアニメキャラちょっと萌えっぽいキャラですねこんなキャラしか描きません例えば写真風に直してと言っても 私は頑固として写真風な絵は描かないでこれが私のタッチですということで例えば食材の絵とかそんなものを要求したら描けませんというふうに拒否するようなちょっと面白いデザイナーですじゃあ実際やってみましょうはいまずはスタンプクリエイターを立ち上げますちょっと画面を大きめにしておきますねここで猫と、 Oh my god という風に書いてますが、これは参考例ですから、これと同じようなものをちょっと書いてみましょう。じゃあ、ライオン。はい、ライオンガオーという風な感じにしてみました。単純にこのようにキャラとキャッチコピー。これを入れるだけです。プロンプトを送信します。はい、こんなような イラストチックな絵を描いてくれるようになります。今度はこんにちはと打ってみます。そうするとこんにちはスタンプの基本キャラクターと英語のキャッチコピーについて教えていただけますか。それからスタンプの画風を選んでくださいね。一 3D 二 2D 三お任せ という風になっています。今度は 3D で書いてもらいましょう。はい。位置で亀、ポンという風に書きました。はい。こんな風にちょっと 3D っぽくなりました。こうやって要素としましてはキャラクターとそしてキャッチコピーそして画風ということです。じゃあ今度は動物だけじゃないようなものを書いてもらいましょう。はい。ギター、3D、ギター、 という風うにしました。これかけますかと。まあこのままやってみましょう。はい。ちょっと文字が化けたようになってしまったということ。そしてギターの R。これがおかしいですね。やっぱり文字にはまだダリスリー3は弱いようです。じゃあ話は変わりまして、とことん音楽アニメキャラというのをやります。 はい、こんな感じです。ここには横長で描いて正方形で描いてとかいう風になりますのでまず横長で描いてという風にしてみましょう私はアニメキャラ音楽系に特化したイラストが得意どんなシーンが希望かな横長の画像で描くことにするけどどんな音楽的なシーンやキャラクターをイメージしているか教えてほしいなとまあ特に このとことん音楽アニメキャラ作成というのはちょっとお友達のような話し言葉で応答するようにセッティングしてありますじゃあここで入れてみましょうステージにバンドとボーカルというふうに書きましたこれは先ほども言いましたようにもうアニメチックにしか書きませんそこでまだ情報が足りないのか 了解。ステージ上でバンドとボーカルが演奏しているシーンを描くね。このバンドはどんなメンバーがいて、どんな楽器を使っているか、またボーカルのキャラクターの特徴は何かな。こんな風に聞いてくれましたので、これを入れていきます。ベース、ドラム、キーボード、ボーカル。ボーカルはジャンプするぐらい元気。という風に書きました。さあ、ラリが書いてくれます。絶対 日本の萌えアニメ、これしか描かないというね本当に頑固なイラストレーターですなんかダリーのこの描いてくれる時間って待ち遠しいですよねおーはいこんな感じになりましたちゃんとジャンプもしていますこれを女の子のキャラで色っぽく描いてというふうにしましたもう16対9というのは最初に言ってあるので それをずっと周到するようにプログラムをしています。はい。できましたね。なんとなくふわーんとした感じで女の子が色っぽくなりました。さあ、ここでイレギュラーだった写真風という風にお願いしてみましょう。はい。これを写真風にできますかという風に言ってみます。それはダメ。頑固でごめんなさい。私のこのタッチや音楽にこだわりがあるので お受けできません。すいません。みたいな感じですよね。写真風ではなく、アニメ風のイラストに特化しているんだ。でも、このイラストで何か他の修正を希望することはありますかという風うになります。ですから、何せ音楽か、もしくはこういうタッチでしか音楽を描きません。それがこれの特徴ですので、何も言わなくてもこの画風になるという、 面白いとことん今日の時点のこの2つのイラストレーターこれはですね無料で公開をしようと思っています。まだこれをひねったようなちょっとアイデアがありますので、まあ、そちらの方は GPT ストアができたらまたどんな形かで形を変えて少し有料で出すかも分かりません。概要欄の方から、 GPT 以上の方しか使ってはいただけませんけれども皆さんも一度チャレンジをしてみてください今日は僕が作った2つの GPT 図特に今回はイラストに特化したこういう GPT 図をご紹介しましたまたよろしくお願いします